D21 フォッカー D21 とは、オランダの航空機会社フォッカーによって1935年に設計された戦闘機である。これは、王立オランダ領東インド陸軍航空隊の設計要求に応えたものである。D21 は安価で頑丈、そして小型の戦闘機として設計され、当時としては立派な性能を備えていた。第二次世界大戦の最初の年、 実戦に投入されると、オランダ陸軍航空軍と、フィンランド空軍の双方に、キューバの助けを与えることとなった。また、スペイン内戦中には、反乱軍の手に落ちる前に、エルカルモリ工場で複数の機体が製造された。続いて1940年5月に、ドイツ軍がオランダ領内に侵攻、占領すると、その後に、オランダで接収された。 D21 の数機がルフトバッフェで運用されている。1934年11月14日、新型戦闘機のための設計がフォッカーからオランダ陸軍航空軍に提案された。フォッカーの設計班はエーリヒシャー機に引き入られていた。また、拠点はフォッカー社がアムステルダムの南部地区に新しく完成させた工場に置かれていた。 彼らはフォッカー CX やフォッカー d セベンティンを含む成功を収めた戦闘機から新しい概念や最新の機能を組み込み結合することを求めていた。提案の航空機には低翼単用、そして完全に周囲を追ったコックピットが採用された。当初設計ではイギリスのエンジン製造企業であるロールスロイスと提携を実施し、 ロールスロイスケストレル4エンジンでこのタイプの機体を駆動させるものと元々は想定されていた。機の性能予測では高度4350メートルにて最高速度が時速420キロメートル、航続距離は888キロメートルであった。実用上昇限度は1万メートルである。計画された並走は小銃口径の機関銃か20ミリメートル機関砲を含むもので、 翼内または、胴体内に収容するものとされた。フォッカー D21 試作型1935年初頭オランダ陸軍航空軍では提案された、戦闘機を一機試作する契約を結んだ。ただ、これは、王立オランダ領東インド陸軍向けに性能を評価するというものであった。この試作機は、FD-322 と名付けられ、 ブリストルマーキュリー 6S 空冷静型エンジンで駆動し三羽でピッチ2段のプロペラを装備した。初飛行は1936年3月27日、アイントホーフェ編のウェルシャップ空港で行われた。航空著作家の GH コンプズによれば、初飛行が行われた直後にオランダの国防政策が大幅に変化したことにより、 新戦闘機のまとまった生産は疑わしいものと予測されていた。H カライン外務大臣の国防省への通知では国際情勢の変化に高応し、新戦闘機よりも実質的な爆撃機の能力構築に高い優先順位をつけるだろうとした。戦闘機よりも爆撃機を強調する政策変更は幾分議論を起こした。当時、新戦闘機と偵察機の発注は 両方ともある程度検討中だったためである。また一方では、新しい訓練機の要件も確認中だった。さらに、オランダ陸軍航空軍の練習機に関する興味があった。軍では、複数の任務に性能を発揮できる、重度に武装した巡洋航空機という概念に大きな重要性を見ていたのだった。IR、スカッキが設計した、コール方変階径58が、 航空機の比較審査に加わったことにより、さらに疑念や混乱が加えられた。会計58はいくらか D21 よりも先進的で、こ着装置を引き込み式とし、最大速度は時速 520km だった。D21 と会計58はお互いの比較審査に参加すべきであることが決まり、1936年11月 D21 の試作機は、 ユトレヒト州のソーステルベルフ飛行場へ送られた。ただし2機種の1対1での試験は、会計58が1938年9月まで初飛行できなかったために遅延した。1937年中に、オランダ政府は陸軍航空軍の限定的な拡充の承認と予算を与えた。これは、フォッカー D21 戦闘機を36機、 配備するための発注を出すという結果になった。エンジンにはブリストルマーキュリー7もしくは8エンジンが使われた。コンプ図によればオランダは D21 の復活にある程度の関心を寄せた。これは評価委員会が初の航空機審査を行ったためであった。それ自体はフィンランド空軍が関心を示したために実行されており、フィンランドへの輸出という結果になるだろう。 1938年7月20日、最初のオランダ陸軍航空軍の D21 が初飛行を果たした後、ソーステルベルフ飛行場への配備に先立って試験飛行に参加した。1939年9月8日、36機の最初の量産において最後の航空機が配備された。D21 の国内での需要に疑念が付されている間でも、 この戦闘機はいくつかの外国政府の関心を引きつけていた。1937年、フィンランド政府は最初のバッジである7機の発注を決意した。さらなる交渉も製造ライセンスを買収するという方向で実施された。この契約のもと、フィンランドは国内でさらに航空機を生産し始めた。1939年から1944年に、かけ、 タンペレにある国営航空機工場では、総計93機の航空機を生産している。1940年から1941年を通じ、フィンランド国営航空機工場では冬戦争を通じて使われた航空機の運用をさらに続けられるよう、再生修理に着手した。百四十一年には追加で五十機の d 2が発注され、これらはエンジンに、 スウェーデンを介して獲得したプラットホイット 2ER-1535 ツインワスプジュニアが使われた。延長されたコックピットのガラス面、カウル部分が滑らかになっていること、カウルより後、機体下部に設けられた大型の空気吸入口で、こうした機体を見分けることができる。これら D21 の胴体内に搭載された2丁の機関銃は翼内に移設され、 新しいエンジンの偏りを補正するために垂直尾翼の面積が増強された。搭載重量が増えたために R-1535 で駆動する D21 はわずかに性能を減じ、マーキュリーエンジンを積んだ方と同様には起動できなかった。1944年には予備部品を組み立て、フィンランド製 D21 が5機追加された。 デンマーク政府でも自国使用の生産ライセンスに沿ってアレンジを加えた D21 戦闘機を2機発注した。デンマーク製の D21 戦闘機はブリストルマーキュリー 6S 製型エンジンを積み窓ン 20mm 機関砲を両翼下に吊るした。ドイツ軍のデンマーク侵攻に先立ち10機がコペンハーゲンにある王立陸軍航空機工場で完成した。 D21 の製造ライセンスはスペイン第に、共和政府も必要としていた。記録では50機分の胴体がスペイン側の製造ライン上で完成している。しかし、スペインの工場で生産された戦闘機はいずれも完成する前に反乱軍によって制圧、接収された。いくつかの文献では、工場が制圧された後も1機のみ。 スペイン製の D21 が接収を免れたとしている。事故を起こし、胴体全部のみ保管されたフォッカー D21. フォッカー D21 は、低翼単位用の戦闘機である。当時の標準的なフォッカー車の設計を実践し、本機は交換を溶接し、繊維で広く覆っていることが特徴である。これには、カジ面も含まれる。代わりに、 主翼公園の前方部分は取り外し可能なアルミ板が用いられている。主翼は木製で2個の箱型のシュゲタを合板で作られたリブに取り付けて構成される。この木の硬着装置は固定式でスパッツを付けた型持ち式の足を装備した。ブレーキを効かせるには圧作空気を利用し独立に作動するペダルで行われた。D21 のコックピットは フレキシガラスの点外で完全に周囲が覆われている。また大きく解放でき、緊急事態ではパイロットの脱出のため完全に投棄できた。座席後方の構造内に設けられた支柱によってパイロットは気が転覆した際にも負傷から防護されている。燃料はエンジン後方に位置する容量77ガロンの燃料層に収容されるほか、 補助燃料タンクを翼内に内蔵することもできた。主兵装は2組の 7.92mmM36FN ブローニング機銃を積んで構成された。うち1組は主翼内に搭載され、弾薬各300発を傾向した。もう1組は胴体前方に搭載され、プロペラのブレード圏内を抜けて射撃が行われる。傾向弾数は各500発。 1938年に就役した時 D-21 はオランダ陸軍航空軍の前に大いなる飛躍を突きつけた。当時まで軍の戦闘機部隊は年経て開放式のコックピットを装備する副用機で構成されていた。新しいフォッカーはライブの際に高加速度時速 700km を達成する能力があり極めて頑丈な飛行機であることも速やかに証明した。 D21 の初期の量産中、フォッカー社の設計部は、基本設計から数種類の派生系を検討しており、それは、主翼の再設計や、エンジンを他の数種類の候補と交換するなどであった。こうした初期には650馬力のロールスロイス、ケストレル V や750馬力のプラットホイットニー・ツインワスプジュニアが含まれる。1938年中には、 広く回収を施した150、151、152として知られる3種類のタイプが着手された。これらの航空機は1375馬力のブリストル、ハーキュリーズや1050馬力のロールスロイスマーリン、そして1090馬力のダイムラーベンツ DB600、H で駆動される予定だった。この再設計の中に、主客を引き込み式とする案が組み込まれていた。 フォッカー D21、1942年8月、フィンランド空軍のフォッカー D21 は、ソビエト連邦とフィンランドとの間に行われた、1939年から1940年にかけての冬戦争中に、最初の実戦投入を経験している。戦争の勃発時、総計41機がフィンランド側で収益しており、すべてが、 マーキュリエイトエンジンで駆動していた。1939年12月1日、D21 はソビエトのツポレフ SB を撃墜して初勝利を達成した。フォッカーはソビエト空軍の機材に対して互角に戦い、また星型エンジンや固定式の耕着装置といった頑強な設計はフィンランドの状況にうまく合致することとなった。フィンランドの D21 の性能は 多くのソビエト操縦士の関心を集めた。冬戦争の継続、そして新型のソ連戦闘機が出現し、いよいよフォッカー D21 は低出力で火力が弱すぎ、対抗できないことが明らかとなった。主兵装は 7.92mm 機銃が4丁、のみであった。フォッカーに 20mm 機関砲を搭載することが計画されたものの立ち消えとなり、 戦闘機1機のみが2門の 20mm 機関砲と2丁の 7.92mm 機銃を備えた。また別の戦闘機が引き込み式の試客に乾燥したが、期待されてほどの性能の改善はなかったため、それ以降の回収続行はなかった。固定式の膠着装置は荒れた滑走路や陶器に用いるスキー仕様への回収に適しており、どちらも フィンランドの戦場では有利な点であった。総計12機の D21 が戦争中に失われ、うち6機は敵の攻撃によらず事故で失われた。フィンランドとソ連との間の戦いは1941年から1944年の継続戦争によって再開され、D21 は再びフィンランド空軍の兵力の鍵となった。最初の空戦の最中、 6機のマーキュリーエンジンを積んだ D-21 が2機のソ連側、イリューシン DB-3 爆撃機を撃墜した。幾人かのフィンランド空軍の操縦士たちは、フォッカー D-21 によって戦闘機エースとなった。フォッカーのエースで最高戦果を収めたのはヨルマサーバントで、この方の飛行機で12機と後6の戦果を収めた。また多数のエースが、 フォッカーで少なくとも1機の撃墜を記録した。最高のスコアを持つ機体は FR-110 で10機の撃墜を達成した。この機は戦争を生き延びフィンランド中央航空博物館に展示されている。フィンランドは自前の D21 の運用を1949年まで続け、それから1952年の要求事項でこれらを余剰物に分類した。 フィンランド空軍のフォッカー D21 飛行中のペア王立オランダ領東インド陸軍航空隊向けの発注は取り消されたといえ、オランダ陸軍航空部隊では戦闘機36機の発注を行っており、これらの配備は1940年5月のドイツ軍侵攻に抵抗するのに間に合った。1940年5月10日、この日、ドイツ軍はオランダ侵攻のため進発し、 28機の D21 が準備を整え、実戦投入可能だった。最初の日、6機の D21 が、フォッカー TV 爆撃機の編隊を援護した。これは、ドイツ軍の進撃阻止のためマース側の強領軍の攻撃に向かうものだった。この部隊は9機のドイツ側、メッサーシミット BF-109 に迎撃され、それに続く格闘戦で1機の BF-109 が撃墜され、 2機以上が損傷を受けた。D21 の1機と TV 爆撃機が2機、撃墜された。同日、D21 の編隊は、迎撃を行い、早朝の間に国境を越えて、兵員を輸送するため飛来した、ユンカースジ52、55機のうち37機を、撃墜した。初日を過ぎると戦闘で受けた、損傷のため、多数の航空機が、任務に耐えなくなり、 5月11日、アムステルダム北部のバイクスロートでの再編が決定された。続く4日間でバイクスロートから行われた出撃は D21 の短期、または小さな集団が味方部隊を援護士に飛行するか捜索打撃の任務に就くものだった。5月11日、D21 戦闘機によって少なくとも2機の BF-109 の撃墜が記録された。 数的に優位なドイツ軍部隊に対する出撃は5月14日、中頃まで繰り返され、この時点でオランダの降伏がバイクスルートまで達しており、ドイツ軍による利用を防ぐために残った航空機と滑走路の両方ともが破壊された。元の兵力である28機の D21 のうち8機が飛行に耐える状態で残されていた。D21 は、 BF-109 よりも速度がずっと遅く軽武装とはいえ、機動性を理由として、戦闘では驚くほど良い性能を発揮した。それはまた、187ス通過のダイブに追従できる航空機のうちの一種だった。にもかかわらず、ドイツ空軍の数的優位は、作戦中の大半のオランダ側航空戦力と D-21 戦闘機の撃破に至った。5月15日中と、 その以後に少数機が露獲されたが、その後の機材の運命は定かではない。フォッカー D21、フィンランド中央航空博物館の収蔵。4機のフォッカー D21、オランダ空軍に所属。データは客中による。リビルド。 フォッカーホラント https コロンスラッシュスラッシュ www.youtube.com スラッシュウォッチ、v コール i k q u b 1 s r ななろ。ありがとうございます。